どうもこんにちは、しゅんじです。今日はスーパーで売ってます食玩昆虫ハンターカブトムシとクワガタ、新しいのが出たんで早速見ていきます。箱のデザインがめっちゃ可愛くてクワーって書いてますね。ラインナップは全5種類選べる、5種類となってて、横には原寸大リアルに再現となってて、まあこれぐらいのサイズのフィギュアが入ってるんで結構大きい、アニアのフィギュアと同じぐらいじゃないですかね。仰向け状態 KO ってなってるけど、この、下の方もかなり細かい、ね、造形になってますよね。で、ラインナップの方が書いてて、1番カブトムシ黒、そして2番はカブトムシ赤、まあ、ここはねおなじみですね。でここからが新しい3番セアカフタマタクワガタと4番モーレンカンプオオカブト、そして、5番エレファスゾウカブトのこの3種類新しいですよね、多分ね。でこれちょっといつのだったか忘れたけど、前に出た昆虫ハンターカブトムシクワガタね、はい、比べるとやっぱね1番2番のカブトムシの黒赤っていうのはまあおなじみになってて、であと残りの3種類が違うと。で、今回でもね前に出たことのないやつだと思うんで、いやこれ嬉しい。ただこの3種類僕ね名前初めて聞いたんで、いやどんなのかねすごい楽しみですね。箱の中にはこのフィギュア1個とあとねチューインガムが1粒入ってます。では、もう1番2番ねカブトムシなんでもう一緒に見ましょう。まず、1番が黒で、2番が赤ですね。はい、ペリペリってめくって、あ、そうだそうだ、透明のね、ケースに、まあ、こんな感じで、高級感あるね、まあ、こんな感じで収まってて、中にチューインガムが一粒入ってます。2番のカブトムシ赤も取り出しますね。はい、同じように、まあ、透明のね、ケースに、収まってますね。透明のケースから取り出します。いやーこれ本当にリアル、めちゃめちゃリアル、本物の兜の横に置いてもいや分からなくなっちゃうんじゃないかっていうぐらいね、かなり作りいいですよね。カブトムシ赤の方も透明のケースからはい取り出して、1番2番カブトムシの黒と赤ですね。でサイズ箱に書いてました、全長が約80ミリで、で横幅がだいたい約45ミリとなってますね。カブトムシ黒赤ね、もう形は全く同じで色がね違うのみなんですが、どうですかね、やっぱ赤の方が人気あんのかな。真っ黒もかっこいいけどね、やっぱこのなんかちょっと赤みのある方がなんかおしゃれな感じがしていいですよね。カブトムシ赤全体が真っ赤ではなくて、ところどころこうね黒い部分があって、まあこの辺のペイントがよくできてますよね。で羽は残念ながら広げることできないんですよこれ。ただ背中の部分ね、ちょっとボコボコっとしたまん丸とした形じゃないのがリアルなんですよねこれ。で前鏡配板があって、そこにですねこう短い、胸郭が生えてて、で下からまあ兜といえばこの長いのね頭角がニョキッとこう生えてて、またこの形もめちゃめちゃかっこいい。でまん丸の目、複眼があって、あと触覚、口のところの造形なんかも非常によくできてますよね。でお腹部分ね、この下のところここねグリーンカラーが入ってて、すげえこれ。で前脚中脚後脚と少しだけ動かすことができるようになってる、まあこんな感じね。いや昆虫苦手な方この足見たらちょっときつってね言う方いらっしゃるかもしんないけど、いやこのなんだろう出っ張りみたいなの、まあこの辺の造形なんかすっごいリアルですよね。であとこの前の部分が動いて、頭角もこうやってね動かすことができるようになってますね。で前に出た昆虫ハンターの、カブトムシ赤の方と見比べると、今回の少しだけ赤みが増したかな。形はまあ当然ね同じなんだけど、うん、なんか赤い部分が濃くなった気がする。で下から見ると、あ下はね同じですね、同じグリーン、まあ黄色かな、はい、黄色の塗装が入ってますね。うん、ちょっと色変わりましたね、赤のね。アニアのカブトムシのフィギュアと見比べるとですね、なんと、サイズがね、ちょっと昆虫ハンターの方が大きくて、あと、リアルなのは、
こっちかな。まあ、アニアの方はね、異常なほど、こう、クリア塗装がしてあって、光沢感があるからね。うん、すごい綺麗ではあるけど、やっぱこっちの方が、昆虫ハンターの方が、めっちゃリアル。カブトムシ黒の方ですね。こっちもね、こう、羽広げることできなくて、で、こう、短い、胸郭に下から伸びてるね、頭角。まあ、この辺の形、全く同じで、はい。で、頭角がこうやってね、稼働するようになってて、で、この前の部分ですね、ここも、稼働するようになってると。前の昆虫ハンターのカブトムシ黒と比べると、もうこれはね、何も変わってない。多分、何も変わってないね。うん、まあ黒だからね、黒の色変えるってなかなか難しい。あ、ただ、下の色が少し違う。前の方がかなりこう黄身の部分が多かったけど、今回はうっすらと黄色がかかってるかなっていうぐらいで、まあまああんま変わってないね、でもね。ほとんど同じです。では今回新しい3番のセアカフタマタクワガタ取り出してみていきます。これめちゃめちゃ大顎の形が変わってて、かっこ、わ、すげえ、これ。光沢感が。すごい、さっきの兜とね、全然違って、テカテカしてる。体の色黒で光沢ありです。で、羽のところ、まあ、ここが特徴みたいなんですが、綺麗なオレンジカラーの柄が入ってますね。で、セアカフタマタクワガタは、マレー半島、スマトラ島に分布してるみたいですね。で、羽ね、これもね、広げれない。で、前胸廃盤があって、この前の方は黄色になってる。で、すごいのが頭ですよ。なんかね、鬼のような、恐竜で言ってごめんなさい。カルノタウルスのような、なんかね、突起があって、ポコポコって膨らんでるんですよ。すごい個性的。そして、大顎も変わってて、ちょっとね、下に垂れた形になってて、これすごくないっすか？めっちゃいいやん。で、大顎もちょっとこう反れてるんだけど、この内歯も長くて、挟まれたら絶対痛いやつ。で、大顎がね、こうやって稼働するようになってて、で、触覚があって、で、横にはクリクリの複眼があります。はい、で、下から見るとこんな感じとなってますね。で、前脚、中脚、後脚は、動かすことができるようになってますね。このお腹部分のね、造形なんかもよくできてますよね。前にご紹介した昆虫ハンターにノコギリクワガタがいたんだけど、大顎の部分ね、見比べるとね、ほら、すごくないですか？この垂れ具合。この垂れ具合が、なんか素敵。次は4番のモーレンカンプオオカブトを見ていきます。透明のケースから取り出します。なんかサイズがちょっと小さいのかな。まあ、全長は変わんないと思うんですが、あ、なんかコーカサスオオカブトのような形に見える。ごめんなさい。なんかね、素人意見でごめんなさいね。なんかそんな感じ似てないっすか、ちょっとね。色はね、黒色の単色となってますね。下も黒いですね。で、あのね、角も長いんだけど、足も長い、すごい。カブトムシの足とね、比べると、ほら、ね、長さ全然違いますね。モーレンカンプオオカブトは、東南アジアのボルネオ島に生息しているようで、頭の部分ですね、に、胸郭2本、長いのが生えててですね、で、下からこう、頭角がこう、突き上げるかのようにね、生えてるんだけど、カブトムシと違って先端はね、こう、広がってなくて、尖った形になってて、で、頭のこの前のところに、なんかね、短いのも生えてる。すごい、なんかね、角みたいなのがいっぱい生えてるね。で、複眼があって、あと、触覚ですね。下から見ると、こんな感じとなってて。いや、すげえ、この角。ほんと、コーカサスオオカブトに、なんか似てるように、パッと見ちょっと似てますよね。で、足が長いです。で、下から見るとね、こんな感じ。まあ、黒いですね。ただ、この後ろのところ、ここだけ白くなってんすよ。ちょっと可愛い。最後、5番、エレファスゾウカブトを見ていきます。名前がすっげえ迫力ある。では、取り出します。あ、なんかちょっと変わった色になってる。なんか黄土色に、あとオレンジカラーみたいになって
ってて、前の方頭のところはちょっとグリーンっぽくも見えますよね。エレファサスゾウカブト、まあゾウっていう名前がつくぐらいなんで、あの世界一重いカブトムシみたいで、50g ほど、約 50g ぐらいあるみたいですね。で、体、背中部分にはビロード状の体毛が、生えてるみたいなんで、本来であればこう触るともしかしたらふさふさしてたりするのかもしれないですね。擦れるとなんか抜け落ちるっていうのがね書いてました。はい。で、あ、かわいい、この体すごいまん丸してる。ただまあボコボコっとしたね形になってるから、まあこの辺はねいい形してますよね。で、前鏡背板のところにここね、なんかねこれも角みたいな感じでニョキニョキとね、あの尖った形になってる。ただ、胸郭はないんですね。これかな、もしかしてわかんないけどこれかな、これ可愛いのかな。下からこう頭角が生えてるんですが、先端のふわっとした感じが小さくて可愛いなんかカブトムシと比べるとかなりね先端こう広がってないね、これね。で、途中こうなんかね、あの上に盛り上がった部分があって、で、格好の形かっこいいですけどね、先端の方は可愛いと。で、ここ横に複眼があって、あと触覚があります。足が長いのが特徴って書いてたんですが、本当に長あのね、前脚が特に長いですね。そう、しがみつかれるとなんか力でこうね血が出たりすることもあるっていうのがね書いてて、パワフルなようですね。で、下から見るとね、こんな感じ。この下もね、なんかこう、綺麗なね、色になってますね。さっき見たモーレンカンポウカブトの前脚も長かったんだけど、比べると、あ、同じぐらいですか。ただ、こっちの方が、エレファスゾウカブトの方が、なんかね、足が太い。うん、すごいパワフルな感じに見えますね。こちら昆虫ハンターカブトムシクワガタ、全5種類見たんですが、1番2番のカブトムシは、以前出たのとね、あの形、色ね同じだったんですが、3、4、5と、この新しいのね色が綺麗で、特にね僕個人的にはセアカフタマタクワガタの大顎めっちゃかっこよくて、体の色もね綺麗だったんで、もうぜひねこう気になる方は手に取ってね見てほしいですね。夏といえばね昆虫フィギュア、これからたくさん出てくると思うんでね、よかったらぜひね参考にしてください。はい、ということで、今回はこの辺で、よろしかったらコメントに高評価ボタンの方もよろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。